栗原守でございます。3度目の正直という覚悟で臨んだ今回の選挙戦ですが、与党の巨大な組織力を前に私たちの組織はなすすべがなく、圧倒的に不利な選挙戦となりました。うちの組織が悪いってのか。そして自分の国は自分で守るという国防への主張をマスコミに危険な右翼と印象操作されてしまう結果となりました。その結果、私たちは有権者からの危険なイメージを払拭することができず、全部環境が悪いと。自分の前弱かったんじゃないんですか。ねえ、まずあんたが謝んなさいよ。何言い訳してんのよ。ふざけんな。何言ってんの。ふざけんなよ。そんなことだから落ちるんだ。まずは支援者への感謝だろうが。負けねえ。何するんだこの野郎。栗原守だよな。お前日本を守るんじゃなかったのか。え？つまんねえやつ。やりすぎ、やりすぎ。ごめん。何やってんだ。なんだ。おとなしくしろ。大丈夫ですか？私が悪いんです。その人を話してあげてください。なぜ。なんだ、栗原守はただの根性なしか。一票より勤ましたぜ。あなた本当に諦めるの。神よ、私は人々に愛を与えたいのです。しかしまだ私の愛の力が足りません。自分が愛されていないと思う者、自分の境遇を恨む者、否定的な思いで人生を壊す者、志を諦める者、そして悲しみに支配される者、この者たちにチャンスを与えるために、天上界の偉大な愛の力をお与えください。これが祈りへの答えだよ。
とぞ何とぞ小家老にお取り次ぎを。うるさい、毎日毎日同じセリフを繰り返しよって。あれは誰だ。あなた。私。あなたの前世の姿。大松さん。彦さん、応援してるよ。あんたみたいな変わり者がいなきゃこの世の中良くならない。申し上げます。昨今オロシア国が我が国に侵略の意図を持っていることが明白となっております。こちらの海図は拙者が15年の歳月をかけてまとめた警告と啓蒙の書。何とぞ何とぞご家老様にお目通しいただきたく。おい、失礼。お主まだこんなことをしておるのか。ご家老様。何をする！やはり前世でも国を守りたいという私の志は誰にも聞き入れられなかったんだな。いや、あなたの死は無駄ではなかった。あなたの国を憂う思いが我々の行動につながったのだ。あなたは前世志半ばで散ったかもしれない。しかし数十年後、夢を受け継ぐ者が維新を起こしたではないか。今度はあなた自身が夢を実現せよ。しかし私は今も昔も世間に受け入れられていない。あなたは今度こそはそれを乗り越えようとして同じ環境を自ら選んで生まれてきた。この負け続けの人生を自分で選んだのか。そうだ。あなたの志は3回失敗したら諦めてしまえるほどの小さなものなのか。夢なき者に成功なし。それじゃあうちには入社しない。はい。あなたまた落ちますよ。ここで逃げたら生きる意味がないと分かったので。日本の未来を栗原守にお託しください。栗原守をどうぞよろしくお願いいたします。先日の総選挙では一歩及びませんでしたが、日本の国を守るため栗原守はこれからも皆様と真実の政治を考え一歩一歩歩んでまいります。日本の未来を栗原守にお託しください。
栗原守をどうぞよろしくお願いいたします。皆さん、これは一体栗原さん。いやー、なんか照れくさいな。この間悔しくて事務所で暴れちゃったけど、あんたけども、いや、みんなあんなこと言ったけど心の中では栗原さんのこと待ってるんですよ栗原さん、日本のために命投げ出そうとしてるもん。そうですか、そうですか。栗原守お願いいたします。栗原守です。栗原守です。ありがとうございます。栗原守です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あなた絶対政治を諦めないと思ったの。みんなその思いが同じだったから。落選した次の日から。そうか。あなたみたいな変わり者がいないと世の中良くならない。頑張って。Ho, ho, 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 ho.